今週のリライフテーマは私たちにできるコロナ対策。今日は厚生労働省がおすすめしている正しい手の洗い方をご紹介します。それでは手洗いを始めます。流水でよく手を濡らした後、石鹸をつけて手のひらをよくこすります。続いて手の甲を伸ばすようにこすります。 指先と爪の間を念入りにこすります。指の間を洗います。洗い残しが多いと言われる親指と手のひら。こちらをしっかりねじり洗いします。最後は手首も忘れずに洗います。石鹸で洗い終わったら十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。 手洗い時間は20秒前後をかけてとよく聞きますがなかなか子どもたちには難しいものそこで歌を歌ったり手洗いの動画を見たりと手洗いを楽しくしてみましょう続いては手洗いのしすぎで。 手荒れが気になる方も多いのでは。まずは手軽にケアを始められるハンドクリーム。宮崎市のホームワイド平和大店で人気のハンドクリームがこちら。3位はロコベースリペアクリーム。2位はキスミーハンドクリーム。1位は柔らかなワセリン。赤ちゃんから使える柔らかなワセリンが入っていて、 表面に膜を張り肌の水分を逃さない価格も手頃な人気商品ですそれではネイリストさんがおすすめするおすすめのハンドクリームの塗り方をご紹介しますまず化粧水をつけます手も顔と一緒で水分の後にクリームで蓋をするイメージだそうですその後記載されている容量のハンドクリームを手に取って 手の体温で温めてからなじませます温まったら乾燥が気になるところから塗っていきます指の間や指先もしっかりとなじませて合谷のツボを軽く押したり爪の両側と根元を軽く押したりします時間の余裕があればマッサージも取り入れてみてもいいですね手元に安心と心地よさを 手洗いとハンドケア、試してみてください。